日本代表主将の広瀬俊明です。ラグビー7人制の大会に出られる皆さん、日本より応援しています。皆さんが僕たちより一足先にワールドカップに出るということで、日本ラグビーが盛り上がることにつながる素晴らしい試合をして勝ってほしいと思います。応援してます。まあ、僕が言える立場でもないですけども、何にせは強いチームにも勝つという大きなチャンスがあると思いますので、最後まで諦めずに、また日本らしい戦い方を通して観客の皆さんを喜ばせてほしいなと思います。何にせの大会は大きなフィールドを駆け巡ることができるので、すごいファンタスティックな試合になると思います。みんなのステップや個人技を楽しんで、セブンス独特の雰囲気を味わってください。